フロントの車高をちょっと上げたんですよ、でトラクション重視な方向に変えたんですけど、やっぱり K20 だ。優勝を狙って、ロケットスタート決めてみますよ。おわ、ロケットスタート。おはようございます。あ、おはようございます。いい天気ですね。晴れましたね。晴れました。特に練習走行もなく、もういきなり予選なんで朝から。あ、いきなり予選なんですね。そうです。8時半から予選ですよ。なるほど。体が起きてないっすね。おー、マジか。なんか今日作戦はあるんですか？作戦は、予選で、とりあえず、フロントローに行きたいですね。おー、そうですね。フロントロー行って、スタートバッチリ決めて1コーナーまでにトップで抜けていくっていう。うわぁ、素晴らしい。よくレースで優勝する人たちがよく言ってるような。はいはいはい。絵に描いたような形。絵に描いたような。でもそれ結構ちょっとその勝機があるというか。そうっすね。昨日の感触ではそんな感じなんでしょ？感触では。おぉ。いけんじゃないのかなって思いたいんですけど。おぉ。いや、ちょっと、バランス変えてるんですよ。あ、そうなんですか。バランス変えて、フロントの車高をちょっと上げたんですよ。で、トラクション重視な方向に変えたんですけど、昨日だと若干曲がりづらくなったんですよね。ただ、昨日ブレーキパッドも前後新品入れて走って、その前よりか結構止まるようになったんで、まだ全然突っ込めたんですよ。でもタイヤが終わってきちゃってて、できなくてっていう感じで、だからこの新品のタイヤの、このブレーキパッド、この車高で、まあ結構多分奥までバンとこう突っ込めるようになるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。そこがどうかっすね。頑張りますよ。ね、ちょっと頑張ってくださいよ。予選じゃあちょっとそれで頑張ってもらって、決勝は優勝を狙って。優勝を狙って。頑張ります。ね、はい。デビュー戦でね。デビューミーみたいですね。ね、いいっすね。いいですね。バズる予感、バズる予感。いや、やめてそれ。そんなこと言っときながらみたいなことになりかねないな、それ僕も責任出ちゃうからね。まあね、レースはね、いろんなこうプレッシャーがある中で、ね、ガラスのメンタルなんで後ろビタビタに疲れるとすぐミスるまあじゃあ今日一日頑張ってください。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、
ました。どうでした？5番手全然フロントローじゃねえじゃん。1,2,3,4,5 3列目。いやー、昨日ちょっとセット変更したんですけど、はい、それがダメでして。ダメでした。フロント車高を上げたら、うん、トラクションのかかり良くなって、その立ち上がり結構いい感じになるかなって思ったんですけど、うん、立ち上がりはいいんですけど、うん、あのコーナー入っていくところが今度アンダーになっちゃって、うん、曲がんなくなっちゃったんですよね、はい、そこがね、ちょっとこうロスしてて、で結構コーナーでボトムスピードをかなり落とさないと曲がんなくなっちゃったんで、うんうんうん、結果的に立ち上がりが遅いみたいな感じで、多分58秒1とかがベストなのかな、はい、7秒台にすら入らなかった感じだったんで、全然ですね。あら、まあ、ちょっと決勝に向けては、うん、30日に練習した時の、うん、あの車高に戻してもらって、うん、それで行くんで、うん、まあそっちのフィーリングの方が良かったんで、うん、あとはこれで決勝ロケットスタート決めてみますよ。おわ、ロケットスタート、はい、あの練習の成果を発揮する。練習の成果を前の車に突っ込まないように。はい、期待してますんで。わかりました。はい、じゃあちょっと決勝頑張って頑張ります。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、ちょっと突撃取材行ってみましょうか。はい、よろしいですか。こんにちは。こんにちは。AK バールの石川さん、ありがとうございます。あ、やっぱり K20 だ。でもストレート速いんですか K20 に。みんなとあんまり走ってなくて、はいはいはい、河原さん昨日来てないですもんね。昨日お仕事です。ですよね。今日いきなり来て、今日走って、今日いきなり来て、飛び降りです。すごいですね。僕、2日前から。あ、そうですね。で普段ジャケットの、はい、ジャケットが乗ってるんですけど、それが来週岡山のジャンあるんで、それがちょっと分かると言って、これを引っ張り出して、タイヤもいいってことは、これもおかんないです。新品じゃないですか。新品じゃないです。あれ、それで僕の多分コンマ3、4強めっちゃ引き入ってるんですよ。めっちゃ引き入ってるじゃないですか。これって何がベース、何がベース、どこのマシンなの。ベースはアーランドビーなんですか。108 108、はいはいはい、ありがとうございます。決勝は、はい、あのよろしくお願いします。はい、あのスタート決めるつもりなんですけど、はい、絵的にロケットスタートするか演奏するかのどっちかを求めたらいいんで。いや、ロケットじゃないですか。演奏任せてください、ね。そしたら、あの、そっとしてください。絶対大丈夫。ありがとうございました。やっぱり K20 いいっすね。ね、ね。欲しくなっちゃった。グッと来ちゃいますよね。欲しくなっちゃった。お疲れ様です。H1 の石川です。あ、なんか、3番手争いで。トラブルを抱えてブレーキ削ってるって言ってましたよ、ね、で負けました。で川原さんはヒビの入ったタイヤ。ヒビの入ったタイヤ。僕の車高を間違えたとかうんぬんっていうレベルじゃないですよね、うん、なんかね、言ってる内容が。じゃあ一番マシなのかもしれないですね。タイヤも新品。あ、まあまあまあね、特に何もメカニカルトラブルもない。体調も万全。体調がなんかあるんじゃない。実はあるんですよ。そう、うん、あるんですよ。何痛いんですよ。お、熱中症？いや違うんですよ、うん、なんか今週入ってから、うん、頭痛くて、うん、いやこれ頭じゃないなと思って、うん、左耳が痛いなと思って耳鼻科行ったんですよ、うん、そしたら外耳炎って言われたの。え、マジで。今も痛いんですけど。あら、で
でも外耳炎って、うん、なんか鼓膜の外に炎症できてる状態らしくて、うん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 、引っ張ったりとか、うん、押したりすると痛いらしいんですよ、うんうんうん、痛くないですよ全然、うん、その後、うん、頭痛かったんで、うん、脳外科行ったんですよ、はいはいはい、で CT も撮ったんですよ、うん、何にも問題なく診断結果は、はい、緊張による頭痛ですねって緊張って今日これ今週始まってからずっと頭が痛い。マジっすか。 あの石剣さんが緊張で頭が痛くなる。こんな頭痛くなるの初めてだ。何事。薬飲んでます。マジっすか。カッコン糖。カッコン糖それね、大丈夫だじゃあまあ体調も万全ということで。ということで。ということですね。ってことはですよ、はいはい、母さん僕の後ろですけど、うん、まあ、大変あんなんなんで、うん、まあ、きっときつくなるじゃないですか、うん、で僕の前の神風さんはブレーキ引きずってるっていうんで、うん、長い決勝レース中にもしかしたらちょっとこう譲ってくれるかもしれない、うん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 、あとはもうじゃあ一人しかないです。一人しかない。うん。まあ、それ早い。B 型エンジン。VTEC、うん。見えてきましたね。見えてきたね。見えてきましたね。見えてきた。いける気がします。いける気がしますね。うんうん、多分あと一周あったらエンジン出たんじゃない。うん、うわ。優勝したらこれプレゼントになるですね。はいはい。HMR チャンネルでは在庫車両の紹介とかデモカーを使ったサーキット動画、あとイベントなどの動画なども配信しています。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。